どうもどうも井上までございますノーミルクサトでございます今日はこちらどんでましたえー、2024J リーグ奈良クラブの台所事情でございますお願いいたしますなんですけど今日は奈良クラブのトップチームのメンバーの台所だけじゃなく、うん、ちょっとプラスアルファこれからまずは皆さん奈良クラブ、はいはい、ユース改革含めて1 気に多分 J1 まで上がってくる時期が数年内に来ると思うので、えー、ちょっとユース部分の、これから台所に入っていくような皆さんの仕入れ産地みたいなところから台所表をやっていきたいなと思います。企画の経路が今日はちょっと違う。黒崎 <laughs> <laughs> 先生がなんかテンション上がっている。なんだこれは。すごいよ、これ。楽しみでございます。いきましょう。ミロアカマイんチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、い行きましょう。 お願いしますこで、ね、まずはトップチームの台所事情のところから見ていきましょう。はいはい、い今期の奈良クラブのメンバーはこんな感じになっていま,す、はい、ましえー、こちら表の見方、縦軸が年齢、上年齢です。上に行けば行くほど年長者、下が年少者。はい、であとは横軸のところが、まあ、ポジション別の分布になっていたりします。うんはいはい あと、選手の名前の左側に星マークがある方ってのが、えー、今季の奈良クラブの出場時間ランキング1から11位。はい、で、上矢印組が12位から16位。うん、で、レンタル組が0っていく感じになってます。なるほど、なるほど。はい。はい、これ見ても、ま、あのー、ね、ベテラン少なめという感じですかね。そうですね。うん、あのー、もうなんか、明らかに96、97年世代があまりにも多いね。ね。これだけこう、こう、パーンって取ってるチ珍しいですよね。 そうですね。力も大体そこにギュッとしている。ね、はい、同じスタディだったら96、97組がギュッともう7割ぐらいいて、うん、次に同じスタディ行ったらもう、 下で05、06たりって感じのチームになっていたりしますね。トップチーム全体のところで行くんだったら、まさに今、マンさん言ってくれた通り、星マークがついてる方が主力なので、キーパーのビト選手、センターバックの鈴木選手、あとはサイドバックで生駒・下川がいて、中盤だったら堀内、中島、米坂、岡田、やっぱり同じ世代のところに大体分布されているよ。ただ、センターフォアだけちょっと特殊で。 本当であれば、この堺井選手が、このチームの主戦長だったはずなんですが、あ怪我しちゃった。今そうなんです。あの、うん、ちょっと戻ってこれなんか最短で12月なので、そうなんですね。そうなんですね。堺井選手は本当に行くはずが、怪我しちゃって、もう一人外国すで取ったそのグスタクソン選手も怪我しちゃって、今、大卒ルーキーの百田君にもうどうにかしてもらわなきゃいけないっていう状態うんうん、うん。なるほど。はい,はい、はい。だそんな彼が今年、結果を。 残している。百田さん。そうなんです。百田さん。百田です。ね。まだ。ね。幼い顔されているまで百田さんは。まだね、パリ世代だからね、だったらね。そう、なんか今年はオリンピック行ってもおかしくないぐらいの世代だったんですけど。うん。ただ、ちょっと気になるのが、他のチームでは全く持ってなかった傾向。まあ、唯一の福島ユナイテッドだけなんですけど。あの、星マークが今季の主力だって話はしました。ねはいはい、はい、しました。 なんとパリどころか、うん、ロス世代に一人、星マークがいるんですよ。うん、本当だ。国竹雄斗選手、高卒ルーキーが今季中盤でレギュラーをつかんでおります。ちょっとあれって思うじゃないですか、だから。思うよ思うじゃん。ん多分なんですけど、はい、次 さっきあの96、97でバーってこれ、並んでるって話したけど、次ね、この2005の下時ま今、年少ってしてるけど、多分二2006とか2007あたりで、バ、うんうん、ーって今後いっぱい7クラブで並んでくるんだと思うんです、えー、ちょっと待ってください、この栗武さん調べたところ、ガンバ大阪ジュニアユースから、広告高校なクラブ。おっと、まー、あ、さん、何かに気がついたね。<laughs> なるほど。これだ。そういう話なのかな、これはひょっとして。ことで今 奈良クラブ、今ちょっと海外が行われてまして、で、一個、つい最近、超スーパートピックが生まれたんですよ。こちらいきます。クラブユース選手権のいわゆる地区決、地区予選でですね。セレッソ大阪アンダー十八が敗退するってことが起きたんですが。そう、破ったのが。奈良クラブユース。ユースが今すごいんだ、奈良。そう。で、さっきのその、結局、な、なんか、広告、高校から国武んって見るじゃないですか。はい、はい、はい。 なんだって思うじゃん。なんだって思うよ。思うよね。うんうん、それで調べてみたらこんなことが起こってました。うん、行きます。なんだ。うん、トン。ああえー、おお,お,おはいはいはい。すげえ。今ですね。<laughs> 奈良クラブと広告高校が包括連携協定っていうことを結んでますんそれ面白い。はいはいはい。あの広国高のあのからあの皆さんフルハス選手とかもそうだけど。はいはい。あのいわゆるもう歴歴のあの思うあの皆すごい皆様を。はい。 り出したの内野さんって、あの、広告高校の監督さんいらっしゃった,本も読みました僕彼、実は今、広告高校の監督引退されて、そうなんですよ。と、実はあのスーパーバイザーに就任してるってあったんですけど、プラス、実は奈良クラブのユースの監督とかもやってるんですよ、ね。いやー、なるほど。はい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 。そう。で、今だから、はい、もう、ユースの改革やってるなと思ったんですけど。はははいはい、はい あーなるほどねって見るじゃん。でその中で今度このユースチームの選手僕調べたんですよマーサじゃあその内野さんとかこの奈良クラブって一体どういうところから選手を集めてきたのかなって見てみたら内野さんっていう育成定評っていうかねこのプロなって伸びる選手あの高校時代の結果よりもっていうのは書いてましたね。でそのユースチームにどこのチームから持ってきたのかなって見たら、うん、実はマーサ 高校2年生あら辺あたりからですね。はい,はいはいはい。とある一つのチームから乱獲してるんです。乱獲なるほどどこだ。それが奈良のチームじゃなくて。山梨にある。アメイジングアカデミー。<laughs> 何それ。ビッグなんか。アメイジングアカデミー山梨から来てるみんな。 そうど普通さいろんなところ見てたら例えばほらなんだろ中学なんか東京のなんかジュニアユース的なチームとかなんかマッチクラブのチームとかねそこからなんかいろんなチームから22ぐらい集まってくれのはわかるけどチームの半分アメイジングアカデミーなんだもん何それって思うじゃんびっくりしていますよ私ははいアメイジングだけにやかましいわいやもちろんそうですよはいはいそしてこのアメイジングアカデミー調べたんですよはい そしたら、奈良クラブの社長と一緒だったんです、浜田さんって。あ、社長か。社長一緒それを突き止めた、先生が。そう、<ー>だから、浜田さんは奈良クラブの社長をやりながら、このアメージングアカデミーってその下部組織というか、なるほど。ジュニアユース年代を作るチームも運営してらっしゃって、あ、うん、うん、すごい。いや、そこから、いやそうだよビジネス的にはいいですけど、どうなんですか、それだってそんな、世にね、歴史あるクラブもいっぱいある中で。うん なんでこんなアメージングなことになってるんですかっていやそこは正直なんでなのか分かんないんだけど正直そこの部分に関してはただおそらくいい選手たちなんですよね皆さんね結構名のある方が結構多くそこからユースチームに来てちの3度も元育てられたからなるほどこうなってて要はさっき言ったとおりさっきの国武君に関しては高校高校出身って言いましたけどその下にさっきからこの河合君とか林君って入れてたんですけど この二人今、奈良クラブのユースにいますが、うん、アメイジング出身です。うん、なるほど。もう結果が出始めてます。はあ。もう、ちょっと小学候補な感じはますなるほどね。やっぱその育成力、もちろん素材力もあるけど、育成力もあるから、伸ばしてどんどん実績も作れば、もちろんアメイジングの方にもいい選手入ってくるしってことでしょ。そうなんですよ、ね。あれを作ってるんだ、今。 なんかもさ分かんないんだけど、うん、ちょっとこっちにあえて入れなかった入れなかった,っなかったの。あ、これが台所事情か今日これ。<laughs> いやいや奈良クラブの話なっ、ね、まさにそうだね。まさにく台事情。これからの台所になっていくけど、あとちょっと気になるのが、奈良クラブのユース出身の選手が、うん、あの、まだまだ多くはないんだけど、そこの割合で山梨学院大に行ってるんですよ。ああ、山梨といえばアメージングがあるところだ。 そうなのよ。最近実は山梨学院ってめっちゃプロ配置するようになったんですよ。とある選手の代から。平川優。<ー>あのあたりからだいぶ実は山梨学院でも結構改革されてたりとかして。多分この、だから浜田さんとか内野さんってとか、うん、そこら辺とうまくつながっていって。なる,ほどなるほど。この選手伸ばすならそのユースからトップチーム上げよう。だったら一人によっては海外出そうとか。ーーだから G3 チームのうまい使い方をこう、いろんな人を呼んで回して。 ね、いろ、ね、いろろ提携させてって新しい,こう作いやり方してるんだね。ああ、ね、はあはあはー面白いで。あとなんか若い選手出すとあれ報奨金みたいなのもらえるんですよねリーグからね思えば100万なるほ,どなるほど。はい試合で使うとってことね。と思えばそこのままいったら多分栗田選手の分で多分奈良クラブお金ちょっとリーグからもらえるはずなんでこれが今後も続けばお育成クラブとして、ね、どんどんっていうことか。うん J1 っていうのはちょっと言い過ぎじゃない、うん、そんなすぐにはだって育成クラブでどんどん回しながら、どんどんこう大きくしていくるんでしょって思うけど、そうなってくるとですけど、そう,そう,そう,そういが最近で言ったら、広告高校、ほら、もともと見るわけでも数年前から追ってますけど、宮原裕太選手っていう子が、高校3年生で<ー>あの、ポーランドのチームとかに移籍するなんて。 おそらく広告校とか、そして内野さんがこう手掛けていくような選手であれば、うん、おそらく今後も海外から見込まれるような選手も増えてくる。うん、なる直キャーギャーってことですね。<laughs> そうすると、いきなり数千万とか得られることとかも出てくる。なるほど。お金がいろんなところから一気に入ってきて、なるほどな。台所自体がでかくなっていく。いだから要するに、育成上手な方がプロに買われる時代になってるってことだよね、今ね。 そうですね。っていうところから、それがぐん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 回っていくと、奈良クラブ、だから、ロス世代組が主力になるような時期に、ちょっととんでもないことになってるかもしれないですね。今の岩きとか町田クラスまでは来てるかもしれない、その頃には。いやそうだ、ね、町田の例を見ると、もう何が起こったって変じゃないですもんね、これね。そうなんですよね。ああ、踊れた、踊れた、なるほど楽しいことになっってるんですね。そうなんですいろんな才能がいろんなところでばっこしてるわけですね、今ね。 そうなんです。ああ、面白い。っていうところで、奈良クラブの今後、今ももちろんそうですけど、今後にもちょっと皆さん、注目くださいという回答が。奈良クラブのね、ご覧いただこのシリーズは、これ、ジ・クラブの人が結構見てくださるのが多いということで、奈良クラブの方はもう、もちろん、知ってるよっていうところかもからないですけど、我々びっくりしてます、なるほど。っていうことがあるので、ちょっとね、将来も含めた上で、この冷蔵庫は、ちょっと注視していきましょう。 ということでございまで冷蔵庫なんですか先生これは。世代ね奥にどういう素材があって新鮮素材熟成素材がどんぐらいいるかっていうのを紹介するコーナーとして始まってるからですよ先生ね。初めて見た人意味が分かんないからこれ。ねその辺もちょっと説明しないと今日なんかもう全然内容違うんだからいつもといつもとね。ちょっと奈良だけど特殊でしたね。いろいろだれだ動画作りにあたって調査したら見つけちゃったんだ社長が一緒とかそういうのをね。 そうなのよ。ああ、そうですか。いや、楽しみですね、はい。そうですね。明治学会でございました。はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。というわけで、このシリーズ、北北海道から南は沖縄まで全チーム60チームねやっております、はい。とい。うこその途中でございますので、これより北のチームはもうやっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。お願、はいします。お願いします。今日もありがとうございました。<ー>ということで、ありがとうございました。では、またチャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。井上マーでございました。ノーみるクサトでした。ありがとうございました。たま、たーえーと、オンラインのチケットはまだありますいいね見てください。よろしくお願いいたします。ということでございました。ありがとうございました。じゃあねーあ。またです。